そなたの不安、戸惑い、恐れをすべて私に預け、迷わず前に進むことだけ考えるがよいわ。さあ、私をもっともっと頼りにしなさい。愛する指揮官よ。いかなる存在からも、私からそなたを奪わせはせん。私の名は武蔵。かの大戦では獣王への狂乱を祈祷に巡らすべきだった存在。まあいいわ。過去を嘆こうと何も変わらぬし、私の流儀にも反する。せめてこたびはいかなる代償を払っても全てを守りきる。私は大和型戦艦、武蔵。私に認められたくば、海を吹き荒れる雷乱をも沈める度量を見せよ。何、これほどの艦隊を率いるそなたならば、それも難しくはなかろう。指揮官、今日は何から始める？そなたに案がなければ、私が代わりに手配してあげるわ。指揮官、そなたの今日の業務は、すでに私が手配してあるわ。まずは、従う者に庇護を与えんとするは、上に立つ者の責務なり。指揮官であるそなたも、この私が守ってあげるわ。泣くことはホトトギスの差が、そやつが泣かぬなら待てばよいまでのこと。そなたには胡中の道理がわかるか。時にそなた、心を落ち着かせて己が味方のことについて思案するのは、敵を討つことよりも大事よ。疲れを感じるなら眠るがよし、私がそなたを守り、そなたの代わりに庶務をうまく取り繕ってあげるわ。余暇の時は足湯に浸かるのが趣味ね。頭から最も離れた足が湯に浸かれば頭脳も楽になる。まったく奇妙なことだわ。時折ここで眠っているシナノの姿が見れるわ。そなたが与えた夢、永久に続くよう願うばかりよ。仲間の中で苦手な子がいると？そのような子に相対する必要があるときは、私も連れて行くといいわ。そなたに立てつくというのなら私も、そうではないと？はあ、いささか疲れたわね。私と共に足湯でもいかが？そなたとてそろそろ休憩したい頃ではなくて。好きな食べ物？鯛ね。特に揚げたての鯛の天ぷら、まさに絶品と言えよう。人付き合いの雑用なら私に任せるといいわ。安心なさい。いつも通りにそなたの代わりにうまく取り組んであげる。不安を覚え、おじけづいたら
私のそばにおいでごらん。そなたにとってここは安全な帰る場所よ。私の膝はもう準備万端よ。早くここで横になるがよいわ。本当にかわいい子。肌の触れ合いがお望みなら、恥ずかしがらず私の胸の中に飛び込むがいいわ。この感触が気に入ったなら、頭をうずめても構わないわ。とんだ胆力の子ね。この感じも悪くないわ。新しい任務か？地に足をつけて、ゆっくり、そして確実にこなすがよい。功を焦るは禁物よ。任務報酬を確認した。母校の物資備蓄もより潤沢になるわ。受け取りなさい。そなたへの手紙を持ってきてあげたわ。無事帰ってきたならそれでよい。まずはゆっくりなさい。己の業を背負い前へと進んでこその人間よ。功を焦って突っ走ってはならない。そなたにはまだたくさんやるべきことがあるわ。もう戻ってきたの？キトには私に護衛をつけさせてほしいと申したのに。このまま我が道を行くというのなら、そなたを止めはせんが、最終復讐の断り、よく覚えておきなさい。出る杭は打たれ、脳ある鷹は爪を隠す。そなたも身分が高くなれば、言葉も行動も慎むようにするといいわ。私が怒る姿を見たことがない？従順な獣とて牙を剥くこともあろうに、外見で相手を判断すると苦渋を飲まされよう。無論、私を怒らすことなど並のものにはかなうまい。人には等しく繊細な一面があるわ。そなたにも、そして無論私にも。私のそういう一面をご所望と？そなたの努力次第、とでも言っておくわ。いかがかしら？私の胸の中だと眠れない？不安も焦りも忘れられぬと申すか？そなたの持つあらゆる疑いも恐れも全部捨てておくれ。この武蔵の胸の中にいる限り、そなたを傷つける者など現れるはずがないわ。本日の奉公を終えたら私のそばに戻るといいわ。戻るとは、だと？そのままの意味であろう。そなたの寝首をかく、いや、そなたの寝込みを襲うような子が現れようと、私のそばなら安全であろうに。そなたの不安、戸惑い、恐れを、すべて私に預け、迷わず前に進むことだけ考えるがよいわ。さあ、私をもっともっと頼りにしなさい。愛する指揮官よ。いかなる存在からも、私からそなたを奪わせはせん。委託組の子たちが帰還したわ。キトの護衛にははせ参じられぬが、あの子たちの無事な様子が見れただけでも、喜ばしいわ。委託組の子たちが帰還したわ。出迎えなら私も同行させて。
合法の木も合末より生ず。今日の塵のようなさじとて、積もれば敵を阻み、己が愛する者たちを守る巨砲になるであろう。武蔵ならここにいる。ひるみも焦りも不要、粛々と進むがよい。勝利に浮かれてはならないわ。安心して勝利の余韻だけに酔いしれなさい。深入りしすぎず慌てぬが吉。そなたらは私がしっかり守ってあげるわ。死闘は上策にあらず、撤退なさい。体勢を立て直してからまた戦えばいいわ。時は来たれり。いかなる時でも守りきる。お帰りなさいませ主様と、そなた相手に模擬店の子たちが口を揃えてこのような過迫を言っているわね。もしや風情の類のものか。所望するのは魚？それとも甘味？そなたに食べさせてあげるわ。あーんして。そなたも模擬店の手伝いでもしないか？ずっとここに居座るといいわ。そなたを視線に捉えられぬと、どうしても心配で。閃光輝かしき快勝ね。仲間をねぎらう甘味なら手配してあるわ。祝いの品にお代はいらないわ。九段の甘味の注文はまだ届いておらぬか？よい、状況は理解した。サカは、こっちへ来なさい。模擬店の子たちが尽力してくれているわ。些細な間違いならば多めに見てあげるのが道理。見逃さずにいつまでもしつこく絡んでくる無礼者がいたら教訓を与えるまでよ。余暇の時は足湯に浸かるのが趣味ね。頭から最も離れた足が湯に浸かれば頭脳も楽になる。まっ奇妙なことだわ。時折ここで眠っているシナノの姿が見れるわ。そなたが与えた夢、永久に続くよう願うばかりよ。接客ができていない子が今言いつけに。違う？ただの追加注文。私の胸の中で楽にしてなさい。ここなら誰もそなたを邪魔できないわ。とんだ胆力の子ね。この感じも悪くないわ。来たからには落ち着いてくつろぎなさい。任務のことは後回しで構わないわ。任務報酬を確認した。母校の物資備蓄もより潤沢になるわ。受け取りなさい。そなたへの手紙を持ってきてあげたわ。出撃ご苦労ね。お好きな席でくつろぎなさい。私は手元のさじをこなした後、そなたへの接客を行おう。ふふ。このまま我が道を行くというのなら、そなたを止めはせんが、最終復讐の断り、よく覚えておきなさい。出る杭は打たれ、脳ある鷹は爪を隠す。そなたも身分が高くなれば、
言葉も行動も慎むようにするといいわ。私が怒る姿を見たことがない？従順な獣とて牙を剥くこともあろうに、外見で相手を判断すると苦渋を飲まされよう。無論私を怒らすことなど並のものにはかなうまい。人には等しく繊細な一面があるわ。そなたにも、そして無論私にも。私のそういう一面をご所望と？そなたの努力次第、とでも言っておくわ。いかがかしら？私の胸の中だと眠れない？不安も焦りも忘れられぬと申すか？そなたの持つあらゆる疑いも恐れも全部捨てておくれ。この武蔵の胸の中にいる限り、そなたを傷つける者など現れるはずがないわ。そなたの不安、戸惑い、恐れをすべて私に預け、迷わず前に進むことだけ考えるがよいわ。さあ、私をもっともっと頼りにしなさい。愛する指揮官よ。いかなる存在からも、私からそなたを奪わせはせん。委託組の子たちが帰還したわ。鬼との護衛には馳せ参じられぬが、あの子たちの無事な様子が見れただけでも、喜ばしいわ。合法の木も合末より生ず。今日の塵のようなさじとて、積もれば敵を阻み、己が愛する者たちを守る巨砲になるであろう。正常な場を汚す輩を、屈辱してくれよ。勝利に浮かれてはならないわ。一度この一長らを整え直さねば。時は来たれり。いかなる時でも、守りきる。
アズールレーン。アズールレーン、5周年おめでとう。今まで苦労をかけたわ。私の後ろにお入り、ヤマト型の威力を見せるがよい。そなたの補佐あらば、私も全力で戦えよう。そなたが苦労して選んだというのなら、受け取ってあげるわ。私の好みをしかと調べているわね。いい子いい子。